東京池袋の路上で停車していた観光バスが激しく炎上し、周辺が一時騒然となりました。怪我人はいませんでした。今朝8時45分ごろ、豊島区池袋でバスの車内が燃えていると通報がありました。火はおよそ30分後に消し止められましたが、大型の観光バス1台が全焼しました。客は乗っておらず、運転手も避難したため怪我人はいませんでした。変な匂いがするんで、表を見たら真っ黒な煙がまっすぐに立ち上がってたんで。警視庁によりますと、観光バスは時間調整のため路上で停車していたとみられ、運転手は後部座席の蛍光灯周辺から火が出たと話しているということです。